ヤフー。ヤフー株式会社、A 賞は、日本の会社、ソフトバンクグループの子会社、ポータルサイトのヤフージャパンを運営しており、サイト内の広告、ブロードバンド関連の事業や、ネットオークション事業等を、収益源としている。2007年、平成19年2月16日、現在の上場先である、東京証券取引所、 第一部市場に加え、ジャスダックにも、同月28日に重複上場すると発表した。東証とジャスダックへの重複上場は、日本駐車場開発についでに例目となる。背景としては、ソフトバンクと本国、ヤフーの持ち株比率が、東証の上場廃止基準である少数、特定株主の上限比率75%に、異ことが挙げられる。 ジャスダックには少数特定株主の上限比率による上場廃止基準はなく、仮に当証への上場が廃止になっても、ジャスダックで上場を維持できるため、株式の流動性を引き続き確保できるメリットが考えられる。しかし2013年、平成25年7月16日、東京証券取引所、大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、 重複上場は解消された。2000年、平成12年1月19日に、東京株式市場で、ヤフーの株価は一株1億140万円で、取引が成立し、市場初となる一株1億円を突破した。その当時のネットバブルを大いに反映したヤフーによる、株価1億円の突破は、大きなニュースとして取り上げられ、世間のヤフーの認知度がこのことにより一層に高まる。 ことになった。2000年、平成12年2月22日に、東京株式市場で、ヤフーの株価は1株1億6790万円の最高値を記録した。その後は、株式分割が何度も繰り返され、1株あたりの単元株価は低くなった。しかし、分割前の株価に単純換算すると、当時からあまり変動しておらず、 ヤフーが高い株価を保っていることがわかる。ヤフー株式会社はヤフーの日本法人だが、筆頭株主はソフトバンクグループであり、またソフトバンクグループの連結子会社である。会社の時価総額がソフトバンクグループを上回った時期もあった。そのため、ヤフーの商標は、その知名度から提携等の形で、ソフトバンクグループ関連のブロードバンドサービス、 ソフトバンクモバイルの IP 接続サービス名、Yahoo 携帯などに使われている。また休館したインターネット専門雑誌等にも使われていた。2004年、平成16年、YahooBB の顧客情報が漏洩した事件。逮捕された元社員の中に、総科学会幹部が2名含まれていたことが明らかとなる。また逮捕された、総科学会幹部の一人は、以前、 宮本県自宅盗聴事件でも逮捕、起訴されていた。個人情報が漏洩した原因として、ソフトバンク社員であれば、誰でも閲覧し入手できるような状況で、あ、ことを、改めて発表。後日、社内における、個人情報の管理を厳守するように徹底されることになった。2009年、平成21年8月当初年会費無料だった。 ヤフージャパン ETC カードを一方的に有料化したことから消費者紛争が発生。カード会員の一人が国民生活センターに ADR を申請したがヤフー、がセンター側の出頭要請に応じなかった手続きを拒否したため国民生活センターに実名を公表された。100%子会社のトリル株式会社が運営する女性向けファッション情報のキュレーションサイトトリル。 で、2014年11月から2015年5月までの期間、広告表記のない記事広告を掲載しており、外部メディアに配信されていたことが発覚した。これは、広告を編集コンテンツと誤認させて届ける行為である。この問題を受け、ヤフー株式会社が自社及びグループ会社を調査したところ、ヤフーロコ、カーベ、ミンから、ヤフー映像トピックス、トリル、ヤフービューティー、ー スポーツナビなどで同様に広告表記のない記事広告を掲載しており、ヤフーロコ、トリル、スポーツナビでは記事広告が外部メディアに配信されていた。2016年秋に DNA のヘルスケア情報、キュレーションサイト、まとめサイト、ウェルックが不適切な内容や不適切な引用で問題になり、他社のキュレーションサイトにも厳しい目が向けられるになった。 ヤフーは10月、トリル、で記事の画像型サイトから無断で転用されていたとして、外部ライターに外注した記事をすべて削除した。2017年6月28日付の朝日新聞長官は、通販サイト、ヤフーショッピングが、出店者が広告料を多く払う商品を、商品検索結果の一つ、売れている順の最上部に来るように優遇しながら、広告と表示していないと報じた。 この問題で消費者庁から広告の表記としては不十分と指摘されたことも判明している。掲載順は Yahoo パン IR サイトの IR 情報企業情報連結子会社の概要による2005年平成17年6月 Yahoo Japan を装った偽の検索サイトを作成し利用者のパスワードなどを盗み取るフィッシング詐欺行為を行ったとして 警視庁などは著作権法違反と不正アクセス禁止法の疑いで大阪市平野区在住の当時42歳の会社員の男を逮捕した。このフィッシング行為での摘発は日本初のことだった。男はヤフーのスペルをヤフーに変えたサイトをヤフージャパンに無断で作成した著作権侵害行為に加え利用者の本家ヤフーのパスワードを不正に入手し、 個人情報を盗み取った上で、容赦の電子メールを覗き見した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。